こんな感じです。本番いきます。よーい。カメラオッケー、音オッケー、役者オッケー、よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラブの監督です。今回紹介するゲーミングイヤホンは快適な装着感と耐久性を兼ね備え、手元に届いてすぐ使えます。コスパよし、見た目シンプルで超かっこいい軽量ゲーミングイヤホンが欲しい方へ、ぜひ動画を最後までご覧ください。開封の儀、こちらでございます。表、裏、サイド、開けていきます。開けます。おお、ポーチ付き、結構質感いいぞ。イヤーピース、取説、日本語で書かれております。コード2本、マイク、こちら本体かなりコード長めです。 3.5 の差し込み口、こちらコントロール盤、裏、表、本体重さ 19g、 マイクをつけると 22g。 イヤホンの先端は遅延の少ない 3.5mm。 こちらはほぼ全てのオーディオ、モバイル機器、ゲーム機、 PC 機器で使用が可能です。はい、こちら入るのか、あ、大丈夫だ、収まりました。これの嬉しいところは絡みにくい構図なのですぐ使うことができます。ゲーマー設計について、こちらの有線イヤホンは高い遮音性と優れた音質がポイントで、まさにゲーマーのために設計されたイヤホンです。例えば FPS で敵の足音や銃声の方向、距離を正確に捉えることができ、爆発音や銃の音もリアルに再現、とても臨場感あふれるゲーム体験を堪能することができます。2種類のマイクが搭載。こちらの有線イヤホンはコードをたどるととても小さいのですが、ここに丸ポッチがあります。こちらマイクです。この内蔵マイクの他に確認できますでしょうか。ここですね、 RL と書かれております。そして L の方にのみここ端子がついてますので、このピンマイク差し込みが可能です。はい、これで完了です。めちゃめちゃふにゃふにゃに曲がります。地元に合わせます。そんなわけで、こちらのマイク以外にも自分の声だけをピンポイントで拾える取り外し可能な高感度マイクが入っております。この高感度マイクを使って友人とゲームプレイをしながら思いっきり FPS ゲームをリアルに体験することができます。なお、素材は高品質の TPE 素材を使用、ケーブル全体は弾性のある素材で包まれております。クシャクシャってして、はい、絡まりづらい仕様です。こちら口元にとても近いため、反響してしまう環境でも安心して使うことができます。装着感について、改めまして、こちらのイヤホン、人間工学に基づいて設計、耳に負担をかけず長時間の装着でも安心して使うことができます。またつけてみてすごいいいなと思ったのが、耳から落ちにくいイヤーロック仕様、こちらですね、このピョコリと出ている部分ですね、こちらが耳にカチャッとくっつきます。こうつけてこうなります。こうこうです。はい、なので軽い振りだと全然落ちません。思いっきり、はい、またこちらイヤーピースとイヤーチップが入っております。はい、こちらはサイズ2種類、こちら1種類、あとコードですね、挟めるクリップもついております。こちら自分に合ったサイズを選ぶことで、より快適なフィット感を得ることができます。音響について、マルチノイズキャンセリング技術が、ガヤ音、反響音、水中のよどんだ音など、これらを効果的に低減し、特に些細な音が糸しとりになる FPS ゲームで効果を発揮します。付属のこのコントロール盤を紹介していきます。このイヤホンの通話と音楽の再生停止などを行う2つの使い方がございます。まずは音楽再生、こちらですね、ここに丸いボタンがありますので、ここで再生停止、これらを切り替えることができます。そしてこちらボタン式ではありませんが、こっち側がですね、プラス音が大きい、反対が音を小さくするというですね、このスライダー方式の音量調整となっております。また音楽再生については、こちらコントロールボタンといいまして、このボタンをダブルクリック、はいはいと2回押すと、
次の曲に切り替わります。でトリプルですね、3回123と押すと前の曲に切り替えることもできます。続いて電話なんですが、スマホにですねこちらイヤホンつながっている状態でこのボタンを押すと通話を応答することができます。で長押しをすると通話を拒否することができます。音量に関しては同じくスライダーで調整することができます。ちなみに接続先の機器が 3.5 ではない場合、付属のこちらのケーブル差し込みまして左右分かれていた場合はこちらをつなげて使用することができます。快適な装着感と耐久性を兼ね備え、手元で届いてすぐ使えるゲーミングイヤホン、またこちら手元操作が可能なコントロール盤、耳から落下しにくくなるイヤーロック仕様、ここふにゃふにゃです。こちらとこちら2つのマイク、他にもあって嬉しい機能仕様が盛りだくさん。ゲーム以外にも様々な環境で使えること間違いなし。見た目シンプルで超かっこいい軽量ゲーミングイヤホンを紹介させていただきました。このイヤホン興味がありましたらぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。本番いきます。みちみちにくっついててちょっと距離を正確に、とても臨場感あふれるピンポンと興味が出てきました。うわ、3を出さない怪物だ。